住職千葉健丈、音楽法話。この番組は僧侶でミュージシャンでもある私千葉健丈が素敵な名曲を仏教的観点で掘り下げていき、心がスーッと楽になる、そして元気になるような音楽法話番組です。番組の中で法話がイメージできるように、私自身がサックス演奏も行っていきますからね。また特別な御朱印のプレゼント応募なんかもありますのでね、お楽しみに。改めまして、聖息寺住職千葉健丈です。今日は愛についてお話ししたいのですが、アニメルパン三世のエンディングテーマにルパン三世愛のテーマという曲がありますので、その曲を取り上げてみたいと思います。この曲はアニメルパン三世のエンディング曲として有名なんですが、作曲は大野雄二さん。まずはこの大野雄二さん、私にとっては伊豆の生んだジャズヒーローなんですね。熱海のご出身で、数々の耳にする名曲を生んでいます。ルパン三世のテーマはもちろんなんですが、こんな曲も大野雄二さんの作曲です。今サックスを持っているのでちょっと演奏してみますね。そう、NHK の朝の番組「小さな旅」のテーマ曲、
旅情感あふれるというか、郷愁を誘う素敵な曲ですよね。さて、愛についてお話しすると言いましたが、お釈迦様が説かれた避けることのできないこの世の苦しみ、それを四苦八苦と呼びます。このことは確かなことの回にお話ししましたが、この四苦八苦の中の一つ、愛別離苦、愛する人と離れる苦しみについて詳しくお話しします。愛別離苦とは、愛する人と別れる苦しみ、想像するだけで苦しくなります。愛する人と別れる苦しみと聞くと、究極の別れ、死別を思うかもしれませんが、それだけではなく、生きていく上で多々経験しているのです。進学、引っ越し、恋愛、卒業、就職、退社など、人生の節目でも好きな人、愛する人とお別れする経験は誰にでもあるはずです。これも一つの愛別離苦で、誰だって苦しい、悲しい思いはしています。しかし、これらの別れは希望を持っています。いつかは会えるという思いもあるかもしれません。しかし、この別れにも必ず学びはあったと思います。人はいずれ誰でも究極の別れを経験します。生きていると、点と点が結ばれてないように死を身近に感じません。しかし、愛別離苦を経験し、初めて人は生まれ、やがて死ぬという点と点が線で結ばれていると痛感します。先日葬儀の際、こんなことがありました。95歳のおばあさまが亡くなったんですが、喪主は一人娘の方でした。母一人、子一人ということもあり、娘さんは長い間母親の介護をなさっていました。それは辛かったこともあったでしょう。嫌になったこともあったでしょう。しかし、娘さんは一生懸命お母様に添い遂げました。そして葬儀を迎えたのですが、最愛の母との別れ、耐え難い苦しみ、悲しみがあったと思います。しかし、私にこうお話ししてくれました。最後に母の顔を見た時、母がありがとうと言ってくれているようでしたと。この時、愛別離苦が愛別離愛に、苦が愛になったんだと思いました。この方はやりきり、添い遂げたからこそ苦が愛になったんだと思います。人類は愛別離苦をなくすため努力してきたと言っても過言ではありません。愛する人を救うために医療が発展し、人の心が研究され、またまた災害に備える。しかし、まだまだ未知の病気、人の心の解明、自然には勝てていません。必ず誰にでも愛別離苦は起こります。ではどうしたらよいのか。これはもうやりきるしかないのかもしれません。やりきったことで苦が愛になった聖息寺の檀家様、生と死の点と点が結ばれた時、生について死について考えるしかないのかもしれません。愛別離苦を経験した時、それを受け、その先をどう生きていくかが大切なんではないでしょうか。それでは、私千葉賢女のアルトサックスの演奏でルパン三世愛のテーマをお送りします。
ここでお知らせです。残念なんですが、クラブツーリズムさんの音楽法話ツアーが全行程中止となってしまいました。クラブツーリズムさんからこのようなね、ご連絡をいただいたんですけども、度重なる緊急事態宣言とまん延防止措置の延長により、ウェブ以外の募集媒体がなかなか世の中的に弊社も出せず、お客様もバスツアーに参加とはなかなかいかない状況でした、誠に申し訳ありませんでしたと、クラブツーリズムさんからもねコメントいただきました。お申し込みいただいた方、本当に申し訳ありませんでした。またコロナの状況を見て開催を考えていきたいと思います。その時はぜひ生での音楽法話を体験してみてください。よろしくお願いします。さあ、今日もいただいたおはがきをね紹介していきたいと思います。それではこのようにね書いております。仕事柄、相手の気持ちを察して相手のために何ができるんだろうと考える毎日で、その答えも合っていたのか不安でいると、ありがとうと感謝されたりすることで、やってよかったと思える仕事です。住職様がお話しされていたように、笑顔でいることを忘れないように、優しい言葉で接するように、和顔愛語大切にしたいです。そうですよね、言葉一つで不安が解消される、あ、やってよかったんだと思える、言葉伝えることっていうのは本当に重要です。また私たちもありがとうと感謝の気持ちをねすぐに伝えられる、そんな気持ちで過ごしていかなくてはいけないですよね。さあ、それでは本日もお別れの時間になりましたが、御朱印プレゼントのある音楽法話定期便のお申し込み、これは無料でお申し込みできますからね。そちらはメール info@kappa.live、 もしくはですね、生息時の電話です。0558320896で受け付けています。よろしくお願いいたします。御朱印プレゼントの応募はですね、そろそろ締め切り、月末が締め切りですから、ね、出し忘れてる方必ず出してくださいね、抽選させていただきますのでね、世界で、10枚だけの、御朱印を出させていただきます。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は生息寺住職千葉賢女でした。どうもありがとうございました。